1977年の富岡仮上工場と周囲約500メートル範囲。上が羽幌方面。鬼鹿富岡地区のある谷筋入口からは約800メートルほども離れた人家のない海淵に、なぜに設置されたのか気厳さえ感じさせるような、偏僻なところにある。かつては、旧国道と浜との間に何軒かの人家があった。 国道からホームへの短い小道の横に待合室が見える。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成富岡仮上工場はかつて北海道ルモイ郡小平町あざきしか富岡に存在した日本国有鉄道羽幌線の仮上工場である。羽幌線の廃線に伴い1987年3月30日に 廃駅となった。当地はもともとアイヌ語で、ポントと間と呼ばれていたが、1936年のアザメー改正で、ここが丘陵地帯であることから、トム丘にしたい、との意でこの名称となったとされている。廃止時点で、一面一線の単式ホームを有する地上駅であった。また、廃止島で仮上工場であり、無人駅であった。東仮上工場の移行は現在、 何も残されていない。草むらと化している。また、2011年時点では、東仮城工場跡付近の小耳子側に、コンクリート造りの橋台及び築堤が残存している。なお、別の沢にも、コンクリート造りの橋台が残存している。ありがとうございます。